検疫をどうするのかとか選手村の中での生活をどうするのかとかそういったこともやっぱりオープンな議論情報が必要だと思ってますそれではよろしくお願いいたします皆さまこんにちは今現在で世論がですねこのオリンピック中止あるいは延期 といいう,うに、えー、答えている人たちちが8割ちょっといるわけですねこれがある中でもしオリンピックをやると言って、まあ、このコロナの影響というか事態がどうなるかっていうのももちろんありますけれどももしこの世論が、えー、いや,やっぱりやれるんじゃないかやってもいいんじゃないかっていうふうに動かずして もしオリンピックを私たちスポーツ関係者を含めてやりたいやろうやるっていうふうになった時にはじゃあ誰のためのオリンピックなんですかといったことがおそらく国民の人たちの気持ちに残ると思うんですね。オリンピック委員会も含めて 国民も巻き込んでですねじゃあどういう状況だったらできないのかじゃあこうだったらできるよねっていうのをお示ししながら理解を得ていく方向に議論ができればなと個人的には思っておりますそれから無観客であってもって言ったところは私はやはり選手そして役員の方々も大勢来られます海外からのツーリストは来なくてもその状況の中でじゃあ えー、検疫をどうするのかとかと選手村の中での生活をどうするのかとかそういったこともやっぱりオープンな議論情報が必要だと思ってますこれだけの人数が来ますそして入れ替わりますその時にどうやって対策をしますこんな風になったらこういう風にっていう風なことをできるだけ出してもらった方が安心感。 不安もあるかもしれないけれどもああ、そうなんだなということが分かるのでやはり情報の開示といったものがですねこの国民の不安もそうですけれども判定の材料にしていただける。 今は判定の材料がないので、いや、この状況だったら無理だろうという方向に、それは動くんですね。世界の状況がどうかっていうのは、私たち、わからないことがたくさんあります。それこそが ioc の仕事だと思っています。世界中に ioc の委員がいるので、その人たちの状況が、まあ、ホームページなどにこう。 出てきたりするとです、ね、ああじゃあみんな意外とやれてるんだなとかこうなんだなっていうのが分かるのでなんかそんな具体的な情報が、まあ、開示されるといいかなと個人的には思っております。